c'est même.綺麗よ。おめでとう。私と一緒にバージンロードを歩いてくれる？私を許してくれるのか？許したわけじゃない。あなたを憎んだ私をあなたに預けておく。そうだな。時間はいっぱいある。メリル、綺麗だよ。二人は結ばれます。私たちはこの記念すべき場に立ち会うことができました。ここに生あることを心より感謝し、二人の永遠の愛を共に祈りましょう。ではこの新しいチームにファーストミッションを遂行してもらいましょう。そう、はい、よし。間に合ってよかった。ドレビー、お届け物だ。
ビンズ社からのフラワーシャワーと俺からのサービスだ。何してるんだ。本当は時間にはルーズなんだから。スネーク、ありがとう。ジャック、具合はどう？ああ。座ってもいい？逃げないで話を聞いてほしい。何しに来た？俺を笑いにでも来たのか？ジャック、この子を見て。キャンベルの子？違うわ。あなたの子よ。俺に子供はいない。あなたの子なの。君は流産したと。あれは嘘。キャンベルさんは私とこの子を守るために家族を装ってくれていたの。あなたが使命を果たすまで愛国者たちの監視を逃れるために
メリルさんにも黙っていたのよ。自分を犠牲にしてまで私たちを守ってくれていたの。まさか。ごめんなさい、ジャック、言えなかったの。この子が。ジョン、ご挨拶は。俺の息子、小さなジョン。俺が怖いか。怖いのも当たり前だ。いいんだ。ううん、怖くなんかないや。かっこいい、アニメのヒーローみたい。まるで美女と野獣だ。いいえ、あなたは野獣じゃないわ。私の夫であり、この子の父親よ。そして私もあなたの良き妻、この子の良き母親になれるように頑張る。戦争は変わった。一つの時代が終わり、俺たちの戦争は終わった。
だが俺にはまだやらなければならないことが残っている。最後に課せられた罰は、俺の遺伝子ミームをこの世から抹消すること。それが俺に残された最後のミッション。酒を飲むとは知らなかった。いつもは炭酸だろ。嫌いだったわけじゃない。炭酸を飲んでいたのはナノマシンとの相性がいいからだ。アルコールはナノマシンが強制的に分解してしまうんだよ。なるほど。もうその必要もないもんな。まあ喜んでばかりはいられねえ。ソップの保護がなくなった途端、自分を見失った連中も多いからな。ソップ依存から抜けきれず体の不調を訴えているというソップ症候群のことかい？アルコールもそうだが、いろんな制御がなくなったわけだからな。みんな丸裸になっちまった。噂では1割以上も発症しているらしい。愛国者たちが亡くなったとはいえ、結果オーライとは言えない。実を言うと俺 AT セキュリティ社の社員じゃないんだ。え？俺は愛国者たちに育てられた武器洗浄人としてな。そうだったのか。俺は物心がついた時すでに LRA にいた。誘拐され戦闘を強要されたんだ。そうさ、少年兵ってやつさ、親も兄弟も戦争に殺された。戦争孤児ってやつさ。その後やつらに拾われてビジネスをみっちり仕込まれた。俺は893番目のドレビン。世界中に同じような仲間がたくさんいる。武器洗浄なんてもんができたのも奴らのおかげだ。実は最初からあんたたちを支援するよう命令されていたんだ。なんだって？怒るなって。
奴らの指示で動いていたな。俺だけじゃないんだ。え、メリルたちが。本人たちに自覚はないだろうが、ラットパトロールチーム01。リキッドの陰謀は当然愛国者たちを脅かす。だからあんたたちにリキッドを阻止してほしかったんだ。結果は期待通りじゃなかったろうけど。まあ結果的にシステムは崩壊、愛国者たちは消えちまった。君はお役御免か。とんでもない。ドレビン、世界中のドレビンをかき集めた。これからは自分たちのために働く。もう俺たちはコマじゃない。酔ってるのか。これまで単独行動主義を貫いてきた米政府も再建を始めたらしいが、 PMC の介入法話で世界中で破綻した解体国家の負債額は尋常じゃない。問題はどこがそれを補填するかっていうところだな。新政府は PMC 企業改革法を施行して抑制するつもりだろうが、戦争経済にどっぷり使った彼らにはどうにもできないだろう。新世界秩序じゃないけど、戦争経済主導の世界秩序は終わりだ。多国間主義の視点を持った国連が重要になってくるはず。国連復興だ。冷戦の時代にある大統領が言ってたな。国連の発展こそが戦争に変わると。まあとはいえ、国連は前世紀の遺物だからな。それにある意味国連も歴史上の起こりは愛国者たちに近いしな。そうか、ナノマシンの制御がなくなったから酔ってるのか。クラッシュミックスバーン、繰り返す。ねえ、マーク3を上げてもいい？え、友達できちゃった。地元の男の子、言葉は通じないけどなんか気が張っちゃって。私の初めての外の友達。そうか、よかったな。サニー、もう外で暮らしても大丈夫だよ。サニー、君の人生は君のものだ。ここだけがヘイブンじゃない。綺麗な太陽。スネークはいつ戻ってくるの？ん？うん、スネークは病気なんだ。だから療養の旅に出るんだ。私たちは一緒に行かないの？僕らは邪魔できない。
スネークは頑張り同士だった。だからゆっくり休む必要があると。